おまた穴、細いの出が生えている。おまた穴は、秋田県北秋田市、おまた長坂の下にある風穴である。おまた穴は、アニマイダ温泉域の東北約1キロメートルにある、昼様さま山の西側斜面に一帯の広範囲に分布する、風穴で、林間に冷風が流れてくるのが確認できる。昼様さま山は、南面から、西面は、浸食が、著しく、 ほぼ垂直の高度差約60メートルのほとんど無色性の岩壁になっている。当面は杉の植林地や小奈良の虹林が発達している。昼様山は玄武岩の中上節理が発達しており、西側斜面一帯には崩落した玄武岩が堆積して風穴地帯を作っている。地下の隙間の空気が副流水との温度差による対流によって冷風が吹き上がっていると思われる。 このため、低山帯にもかかわらず、赤黄山性植物であるベニバナ一薬草をはじめ、藍津下付やヒエスゲ、仙類の藤の万年草や、シダ植物の細いのでなどが分布し、得意な自然環境が形成されている。そのため、同風血一帯は1982年5月1日に、環境保護を目的として、秋田県自然環境保全地域に指定された。 ベニバナク薬草は、他の風穴でも見られる植物であるが、おまた風穴では、優先群落となっている。このような例は極めて稀である。藍津下ツケは、秋田県では、カズノシユゼやユリ本城市の鬼草山で、発見されているに過ぎない。また、ヒエスゲは、ユゼやオガ半島のみで発見されている。ヒルサマ山の奥には、沼があり、そこから染み出た水が、 伏流水となって、アニマイダ温泉域のすぐ裏の冷水地区では、石垣の間やカツラの根元から冷たい水が湧き出ている。1979年に、風穴のすぐ近くを林道が通り、工事のために風穴直下が削り取られた。そのため露出した風穴の断面を見ることができた。その結果、隙間がある岩石が多数堆積していることが分かった。おまた風穴は、 江戸時代から知られていたようで、久保田藩士の石井忠行は、随筆、伊豆園沢牧中に、小俣村の北に、昼様という、岩山あり。中移ろにして、吹雪穴とてあり。炎書の節も、しばしいれば、寒くなる、ふもとに大冷水と、うあり。銭手を入れ石ごうつも十日のぼれば手こゆるなりうんうん。と記している。これは、1815年の淀川製品による、 秋田風土期からの引用で、秋田風土期の大股村の孔にも同様なことが記録されている。昼様山は、菅江雅美も記録しており、1805年、兄の沢水にえと文で記録している。この時、太陽が真上に来ると、人々は昼になったことを知る。そこでこの名が付けられたのではないかとしている。また、1802年の雪の秋連ンでも雪景色の昼様山と、 七角さんも絵ずにしている。北秋田市の前田小学校の校歌に、窓に、そびうる前田富士と歌われている。この前田富士とは、昼様山という記述も一部の本にあるが、本当は七角さんのことである。ありがとうございます。